メリークリスマスにはちょっと早いが、今回は仙台からさらに北、北海道は札幌にやってきたぜ。やっほー！旅するモルガナ通信第3回札幌編。だいぶ寒くなってきたが、これを見ているみんなのところには雪降ってるか？こたつで丸くならずに張り切って旅するモルガナ通信、通称旅モナ、スタートだ。今回も P5S の魅力に迫っていくぜ。札幌の噂。我が輩たちが活躍する舞台の一つ、札幌。札幌は歴史を感じられる建物なんかもたくさんあって、なんだかロマンチックな気持ちになっちまうな。すごい、なんか古そうなのに。そんな中で我が輩が掴んだ情報によれば、札幌中央市ってとこで兵藤真理子っていう政治家が熱狂的な支持を集めてるらしい。あなた、もしかして春ちゃん？私よ、兵藤真理子。奥村社長、あなたのお父様にお世話になった。熱心に仕事に取り組み、市民の人気もうなぎ登り、かなりのやり手だとしても、ちょっと異常じゃないか。政治家ってやつは信用できるやつももちろんいるが、苦い思い出もあるよな。真っ白なスノーシティを目指して。おっと、これはまたジェールか。一面凍てついた氷の景色だ。美しいとさえ思えてくるが、どこか物悲しさも感じるな。お、なんだか寒くなってきやがった。何でストーブよ。これはストーブ。おお、あったかそうだぜ。でもどうしてこんなところにストーブが。うわ、おなじみのあいつも。なんとこれはスノーボード。行く手を阻む氷の壁や敵の大群、なかなか厳しい戦いになりそうだな。あまたの切り札を駆使せよ、ベルベットルームとスキルカード。今回はペルソナの育成に一役買うベルベットルームにまつわる話とスキルカードを紹介だ。みんな知ってるかもしれないが、ペルソナってのは我が輩たちの心の力。我が輩たちはこのペルソナを使って異世界で待つ強力な敵たちに立ち向かうことになる。ジョーカーは複数のペルソナを付け替えることができるワイルドという特別な素養を持ってるんだ。おお、ペルソナを手に入れたか。お前の力は健在みたいだな。敵が仮面になった。なんだ今の。敵のシャドウを倒すとそいつの仮面が手に入ることがあり、これがジョーカーの新たなペルソナになる。新しい敵を見つけたら積極的に倒していこうぜ。ペルソナはバトルに勝利して経験を積むことでレベルが上がり、どんどん強くなるんだが、ベルベットルームでペルソナポイントってやつを使って強化することもできるんだ。ゲームを進めていくうちに成長の幅も広がるらしい。ペルソナポイントはすでに所持しているペルソナの仮面を拾ったりすることで入手可能だぜ。そしてもちろんベルベットルームではペルソナを合体させてより強力なペルソナを生み出すことができる。2体のペルソナを合体させる二神合体が基本だが、
3体以上の合体もあるみたいだぜ。さらに何度も合体を重ねると生まれるペルソナの能力にボーナスがつくってこともあるみたいな。合体するほどペルソナを強くできるのか、やり込みがいがありそうじゃねえか。最後はこのスキルカードだ。これを使うとそのカードに書かれたスキルをペルソナに覚えさせることができる。攻撃スキルで攻めを強化したり、回復スキルを持たせてみたり、ペルソナ育成の幅が広がりそうだぜ。ペルソナポイントにスキルカード、なんて便利なんだ。ますます強くなっちまうな、ジョーカー。我が輩からみんなにお知らせだ。現在予約受付中のペルソナ5スクランブル、各店舗ごとの予約特典を公開中だぜ。各ショップごとにいろんな特典があるみたいだ。迷っちまうよな。詳しくは公式サイトをチェックしてくれ。さてここでモルガナスペシャルクイズ。市民に絶大な人気を誇る政治家兵藤真理子、彼女が目指す札幌を表すのは果たしてどれ。 A ホワイトシティ、 B スノーシティ、 C フロストシティ、 D ブフーラシティ。この番組をよーく見返してみれば答えがわかると思うぜ。モルガナスペシャルクイズは2019年12月23日までに回答してくれ。たくさんの人が正解してくれたら我が輩からクリスマスプレゼントがあるかもな。あ、そうそう、これも言っておかなきゃな。来たる12月21日と22日幕張メッセで開催されるジャンプフェスタ2022アトラスがコーナー出展するぞ。実際に P5S の体験プレイができるらしいぜ。ぜひ遊びに行ってみてくれよな。それにしても2019年も残すところあと少しだな。年が明けた2020年もガンガン新情報をお届けするから、 Twitter のペルソナ広報アカウントをフォローして待っててくれよな。プレイステーション4、ニンテンドースイッチにてペルソナシリーズ初のアクション RPG ペルソナ5スクランブルザ・ファントム・ストライカーズ、2020年2月20日発売予定だ。ペルソナ 5S ニャオニャオニャニャオ、予約受付中。言っとくが猫じゃねえぞ。限定版 P5S お宝ボックスもよろしくな。ウェブで売り切れてても店舗にはまだ残ってるところもあるみたいだから問い合わせてみてくれ。先着購入特典も要チェックだ。では我が輩は次の町へ。さらばだ。良いお年を。